MacBook Pro 16インチを買いたい人は絶対見ておけ。どうも、キモロンゲ、ミミカケオです。19歳頃のメッシです。先日、MacBook Pro 16インチを購入いたしまして、買った喜びからね、偏差値2ぐらいになってたんですけれども、今回は MacBook Pro 16インチの残念なデメリット3つをご紹介しようと思います。これから MacBook Pro 16インチを買いたいな、検討したいなって思ってる人は、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。デメリット1つ目、Wi-Fi 6見たいよ。 Wi-Fi 6っていうのは Wi-Fi の最新の規格です。超簡単に言うと、ネットが速くなる許容値っていうのが大幅に広がる。つまりネットが速くなる可能性がある。その Wi-Fi 6に MacBook Pro 16インチは未対応なんですよ。最近では Wi-Fi 6対応のルーターっていうのが続々発売しておりまして、俺が普段お世話になっているネットギアジャパンさんでも家庭向けのホーム Wi-Fi OB Wi-Fi 6ですとか、ゲーミング Wi-Fi、ナイトホーク RAX200 なども Wi-Fi 6に対応しているんですね。もちろん Wi-Fi 6対応のルーターで MacBook Pro 16インチを使うことはできるんですけれども、その Wi-Fi ルーターが持つ最大のスペック、 Wi-Fi 6対応という最大の恩恵を受けることができない。ちなみに新しい iPhone SE ですとか iPhone 11シリーズなどは Wi-Fi 6対応なんですよね。なのでもしかしたら2020年の秋に Wi-Fi 6対応の MacBook Pro シリーズが出るかもしれないので、とにかく MacBook Pro 16インチをすぐに買いたいと思っている人以外は秋まで待った方がいいかもしれない。デメリット2つ目、重さが2キロ。これね、 MacBook Pro 16インチのいいところでもあるし悪いところでもあると思いますが、重さが2キロって手で持つと重いんだけど、背負うとまあまあ耐えられるんだよね。しかもこの16インチっていうのがノートパソコンにしてはめちゃくちゃ大きいけど、デスクトップにしてはもちろん小さい画面なので、リュックに入れて背負ってね出かけるとかだったらまだ耐えられるとは思うけど、手提げのカバンとかだと長時間持つときついと思う。ただノートパソコンという括りでは16インチってめちゃくちゃ大きいし、動画編集とか画像編集したい人にとってはかなりねディスプレイが大きいことに越したことはないから、この大きさで持ち運べるっていうのはかなりのメリット。ただ2キロは今こう持ってるだけでも結構ずっしりくるから、ちょっと筋肉量が少ない人とかね、肩を体を痛めやすい人とかね、長時間の移動をするっていう人にとってはデメリットの要素の方が大きいんじゃないかなって個人的に思います。デメリット3つ目、内蔵カメラが進化していない。これからの世の中がアフターコロナっていうよりかもウィズコロナっていう、コロナと一緒に進んでいくっていう経済活動になっていく可能性がある中で、必然的にもうちょっとオンラインの商談とか、まあ、それこそオンラインサービスっていうのがどんどん拡充していくかなっていうのは個人的に思うんですよね。そうなってくるとカメラのインカメのねスペックっていうのが高い方がやっぱいいと思うんですよね。ですが MacBook Pro 16インチのフェイスタイムカメラ、インカメは 720p のまま進化していないんですよね。ちょっとこれね、あんまり普段使う機会ってないんだけれども、まああるに越したことはないなっていう点においてちょっと残念かなっていうのを個人的に思いました。ただこれもね、また今年の秋にひょっとしたら MacBook Pro の新しいシリーズが発売するかもしれないし、まあもっと先かもしれないけれども、新しい MacBook Pro が出た時に改善される可能性というのはすごくあると思うので、インカメに対してちょっとこだわり持っている人とかもしいるのであれば、もう少し待った方がいいのかもしれません。はい、ということで今回ですね、 MacBook Pro 16インチのデメリット3つっていうのをご紹介しました。まあ他はねかなりですね、プロセッサーにしろメモリにしろストレージにしろグラフィックスにしろ、まあ、みんな結構性能がね高スペックですし、使い勝手もね動画編集 Adobe のプレミアプロとか Adobe の Photoshop で画像編集したりとか Lightroom 使ったりとかっていうのも全然もうサクサクできちゃうので、非常にそれ以外においてはメリットばかりでめっちゃ助かります。でもしね古い Mac から新しい Mac に乗り換えたいっていう人も、まあ Apple で下取りキャンペーンとかもやってるので、まあちょっとね安くはね買える可能性っていうのもありますし、発売してから半年以上は経ってきてるので、まあ、だんだんね整備品とかも出てくるのかなっていうところで、より安く買えるっていう可能性が大いに出てくるので、 MacBook Pro 16インチが欲しいって買いたいって思ってる人はこのデメリットを踏まえた上で検討した方がいいと個人的に思います。もしためになったらね、このね動画にねいいねとか押しちゃったよね。でよかったらさ、19歳頃のメッシのさ髪型のおじさんと一緒にチャンネル登録しちゃってさ、歩んでこうさ、ホイッスルはあ、ホイッスルはすでに、ホイッスルはすでに吹かれてる。さようなら。